はい、鳥取市のいろは堂です。本日は、記念品であるとか、あと居酒屋さんの、オープン何周年記念なんかのお祝い品なんかに人気がありますマスの彫刻ですね、ヒノキの1号マスへの名入れ彫刻をご紹介したいと思います。はい、マスにレーザー彫刻完成いたしました。こんな感じで出来上がっております。ご注文はお一つですね、1個単位から受け付けておりますので、マスにレーザー彫刻お考えのお客様はいろは堂へお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。